こんにちは。今回はですね、一般公開動画でお送りしますので、ちょっと固有名詞は出さずにこの Q&A コーナーをお送りしますね。まあ現在ですね、速稼塾に入塾されて、今日からですかね、今日からスタートされた方なんですけども、こちらの方のやり取りをね、もうすでに動画で何回もさせていただいてます。本当にすごい気合が入った方だなと思いますよね。やっぱりね、速稼塾に入塾してすぐにこのやり取りをね、バン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 やる方ってあまりいなくってですね、なんとなくのスタートになっちゃうんですけども、できればね、初速が最大速で取り組んでいただきたいなと思うんですよ。これどんなことでもですけども、一番やる気のある時、一番熱い時に最もね、走り抜けるってことが非常に大事だと思うんですよね。だからといってね、初速で最大速を出せなかった方もじわじわとスタートアップしていくことも重要ですんで、まあ結果どちらでも OK ということではあるんですけどね。で、今回転売のことについてちょっとね、やり取りしていたんですけども、ここに書いてますけども、やり方をある方から教わりながら DVD のこのね、物販をしていったそうなんですよ。その DVD の仕入れ販売っていうのはかなりリスクがありまして、 DVD を仕入れるまでにやっぱりね、最短でも1日とか2日とか、場合によっては3日とか4日かかっちゃうんですよね。それからセールスにかかろうと思ったら、やっぱりアカウントを作ったりとか出品したりしなければなりません。そのタイムラグが命取りになるのが物販の本当に痛いところなんですよね。で、2つ目なんですけども、アカウント停止っていうことがありますよね。そうなんですよ。やっぱり Amazon ですとかね、ヤフオクとかって結構アカウント停止してくるんですよ。そのアカウント停止になりやすいものっていうのが、今市場でたくさん売られているものを停止してくる、その可能性が高いんですよ。例えばホットケーキミックスとかね、トイレットペーパーとかね、マスクとか、アカウント停止になった方が山ほどいるんですよ。そうなんですよ。一気に出品量が上がったものはやっぱりね、転売とか、それからイメージダウンのため、業者が入ってくることを抑えるためにアカウントを制限する可能性があるんですよね。まあ、ですので、物販をいわゆるね、コンサルする方とか教えていく塾っていうのは、どうなったらアカウントが停止されるかってことを一番最初にケーススタディを塾生さんにしなければならないんですよ。で、それを放置して進めていってしまうと、やったけどアカウント停止になりましたとか言って、アカウントをね、また別の ID で作ったり、SIM カードを作ったりとかすることに、もうものすごくね、労力をかけられて、それでもうヘトヘトになってやめてしまうとかってことが起きるんですよね。まあ、ですんで、アカウント停止にならないような利用規約をしっかりと読み込んでいくんだよってことを一番最初に、やっぱりね、コーチしていかなくてならないのかなと思います。私の速稼塾でも自己アフィリエイトっていうコースがあります。アフィリエイトのコースですよね。どうなったらアフィリエイトが停止になるのかっていう、この利用規約とかがあります。それから、ちょっと前にはね、例のやつっていうのがありまして、ネットワークビジネスです。ネットワークビジネスにはどんな概要書面があるのか、そこではどんな契約事項が書いてあるのかってことを読み込んで読み込んで、そして読まない方のために私は動画で解説したものを皆さんに送った上で参加していただいてるんですよね。でも、そこまでしてもね、やっぱね、見ない方、読まない方っているんですよ。そのぐらい利用規約っていうのは大事なのに、大事さを教えてない方とか認識してない方がやっぱりビジネスで失敗してしまうんで、まずルールをね、熟知するってこと、これは非常に大事なんですよね。で、転売に関しましては、どうやったらアカウントが停止になってしまうのか、こういうふうなアカウントの停止になったケースがもしあったら、こういうふうにして復活させてくださいっていうことをあらかじめ盛り込んでおく。それが講義の第一発目にあるのが、本当だと思うんですよね。その上で、アカウント停止のリスクが高いんだったら自分はやめておこうかなっていうふうにして、やっぱり余計な労力かけずに済むわけなんですよ。だからここをね、私も繰り返し申し上げたいと思います。まずはルールを知ること。何をやったら、インフルエンサーとしてね、セールスビジネスをする者として、利用規約にかかって、それからね、プラットフォームに嫌われてしまうのか。例えばヤフーのサイトを使うんだったら、ヤフーの利用規約を熟知していて、変更になったらその変更についていく、そういうことをね、やっぱりやらなければならないと思うんですよね。はい、いろいろと申し上げましたけども、非常に大事なのは、繰り返しますけども、ルールを熟知して、アカウント停止っていうのははっきり言ってね、相当な嫌われようなんですよ。だからアカウント停止、私の場合 YouTube にしても何にしてもアカウント停止になったことは一回もないわけですよ。それはルールを熟知して、そして場合によってはですね、その Amazon なら Amazon、で、アフィリエイト B ならアフィリエイト B っていう会社に電話をしたりとか、会社訪問してきちんと私がここでビジネスをさせていただきますってことをちゃんと約束を取って、で、担当者をつけた上でやってるってことなんですよ。まあ、そうなるとね、相当アカウント停止のリスクは低まりますし、やっぱりビジネスってのは取引先あってのことなんですよ。例えばアマゾンで転売をされている方、ヤフーオークションで取引をされている方いると思いますけども、ヤフーオークションの担当者にきちんとね、自分という存在をメールなり電話なりで連絡をしてやらせていただいているっていうふうな、その取引先をね、大事にするっていう意識を持たなければならないということを教わっていった方がいいと思うんですよ。
だからヤフーとのいい関係を作っていく、アマゾンとのいい関係を作っていく、これメルカリもそうですよね。メルカリとのいい関係を作っていくことによって正々堂々とやらせてもらってますよってことなんですよ。だから違法な転売とかをやってる方とか、あのグレーゾーンでやってる方ってこれは絶対できないですよね。だってやましいわけですから。で、私の場合はやましいこと全くやってないんで、どこの誰と会うところでもやっていけますし、どんなところに出るとこ出てももう全くこう真っ白なんですよね。だからそういうふうに弱みを持たないことがすごく大事なのかなと思います。で、今回ですね、この方は DVD 仕入れただけで売れてない DVD がたくさんある状況ということだと思いますので、一刻も早くこれをね、あの現金化した方がいいと思います。それこそ多少損してもいいから現金化した方がいいと思いますよね。あのやっぱりね、物販っていうのは高く売るよりも早く売ることなんですよね。で、早く売ると作業が増えます。ですから専業にならざるを得ないんですよ。上級者になったらそうではないです。でも初心者のうちっていうのはものすごく忙しいです。それは覚悟しなければなりません。でも初心者なのに上級者と同じような生活レベルとか作業のものすごくね少ないのを望んでしまうんですよね。これがだから失敗の典型例なんですよ。で、もちろんコンサルする方っていうのはあくまでも上級者の立場からしてものを言いますから、なかなか初心者のね立場っていうのは分かってもらえませんし、最初はむちゃくちゃ大変ですよとか、どんな大変さが待ってるかってことを、まあ、十分認識させた上で自分のコンテンツや塾はコンサルを買うかどうかを進めてくるっていうのが私はね、まあ、本当だと思うんですよね。でも買った後じゃないと分からないとか、ミスをしないと分からないってことになると、いや本当に負担をかけますんで、そうならないようにしていただきたいかなと思います。これがね、私の、まあ、流儀といいますか、考え方ではあるんですけどね。はい、そんな感じですよね。あと、もろもろとご相談いただいてますけども、セーフティーネットのことですとかね、安心資金、銀行回り下が全滅ということですか。これもね、戦略なんですよ。どういうふうにすれば融資が下りるのかってことは、融資の専門家とかね、公庫の従業員さんで、元公庫の社員さんとかいるわけですよね。そういう方に、まあ、コンサルを受けたりとかね、今でしたら YouTuber でもそういう方いらっしゃいますね。元公庫の審査をやってましたみたいな方がいると思いますので、そういう方からのアドバイスを受けて申し込み書を一緒に書くとかね、その申し込み書を書くコンサルっていうのもいるわけなんですよ。だからそういう方に、まあ、お願いをしていくとか、私の場合は社労士さんですけどもね、専門 の, コンあの何ですか、法人をやってる関係で弁護士ですとか社労士さんとか会計士さんとか税理士さんとかついてますんで、そういう方ときっちりと戦略を練る、やっぱ顧問料普段払ってますんで、戦略を練った上でパーフェクトなこう書類、そしてそこに専門家の印鑑を押してもらうことで信用も高めていくってことですね。まあいろんな戦略がありますけどもね、そういったことも速稼塾の中で共有できれば幸いでございます。ではメッセージまたください。それでは失礼します。